ジョルジオパンターのはイタリア人のレーシングドライバー、元 F1 ドライバー。9歳で始めたレーシングカートでの勝利数は現在でも破られておらず、1994年にジュニアカテゴリーでイタリアと世界選手権でチャンピオンになる。また1995年と1996年に15歳以上の世界のトップドライバーが参戦する。 ヨーロッパフォーミュラー A シリーズでチャンピオンに輝く。1996年に AMG と契約を結ぶ。2000年にはドイツ F3 選手権のチャンピオンを獲得。1999年に F3000 のテスト走行を行い、その回があって、国際 F3000 選手権には2001年から2003年まで参戦し、2002年に コローニに所属した年には年間ランキング2位に輝いている。2000年にベネトンとマクラーレンをテストするが、契約までには至らなかった。2002年にはミナルディとウィリアムズをテストするが、この際も F1 チームと契約するまでには至らなかった。このため2003年も、会カ,カテゴリーの国際参戦選手権に参戦し、シリーズ3位を獲得した。 2004年についにジョーダンから F1 デビューを飾るがトラブルの多いシーズンであった。開幕戦オーストラリア GP では最下位に終わった。その後も回収団でレースをすることが続き、またリタイアも多かった。第8戦のカナダ GP では契約上の問題からテストドライバーであったティモグロックがパンターノの代わりに出走。続く 第9戦アメリカ GP では再び、レギュラードライバーに復帰したものの、同 GP では1周目の第1コーナーで、他のドライバーとクラッシュし、リタイアに終わる。その後の、第10戦から15戦も目立った活躍ができず、第16戦の中国 GP から、残りの3レースはグロックが出走した。これにより、パンターノは F1 から離れることとなり、2005年には、 GP2 とインディカーシリーズにチップガナッシュレーシングよりスポット参戦。2006年もインディーカーシリーズでの参戦を目標にシーズン前にテスト走行を行うが契約に至らずこの年の上半期はレースさえもできなかった。同年途中にジャンカルロ・フィジケラが代表を務める GP2 チームフィジケラモータースポーツと契約を結び第7戦から出走。 シーズン後半からの参戦にもかかわらず参照し、年間ランキング5位を獲得した。2007年には元 F1 ドライバーのエイドリアン・カンポスがチーム運営をするカンポスグランプリから出走。同年6月30日に行われたマニクールのレースでチームに初勝利をもたらし、シリーズ2位を記録。2008年も GP にシリーズに、 レーシングエンジニアリングから参戦して参照し、ブルーのセナを最年間の GP2 チャンピオンに輝いた。2009年は5年ぶりの F1 復帰を目指したが、シートを獲得できず実現しなかった。このことによって、GP2 のチャンピオンを獲得した翌年に、F1 に参戦しなかった初のドライバーとなってしまった。その後、スーパーリーグフォーミュラに AC ミランから参戦した。 2010年はオート GP に参戦している。また、2011年より F1 と GP2 のタイヤのサプライヤーとなるピレリの GP にマシンでのテスト走行をしたほか、インディカーシリーズにも再びスポット参戦している。F アロンソ、一番のライバルはシューマッハじゃなかったから、カービュー。ありがとうございます。